スライ・ストーンはアメリカ合衆国テキサスシューデントン生まれのミュージシャン、作曲家、レコードプロデューサー。スライザ・ファミリー、ストーンのリーダーとして有名。1960年代から1970年代にかけてソウル・ファンク・サイケデリック音楽の発展に決定的な貢献を果たした。本名シルベスター・スチュアート。 1993年には、ロックンロールホールオブフェームに、グループのメンバーとして選ばれた。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第78位。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第69位。シルベスター・スチュアートは5人兄弟姉妹の第二子として、テキサス州デントンに生まれ、カリフォルニア州バレーホに育った。 バレエ穂に移ってから、彼は、弟、フレディや、妹ローズ、妹ビエタと共に、ザ・スチュアート・フォーというバンドを結成して、教会でゴスペルを歌い、1952年には、シングルレコードをリリースした。姉、ロレッタを除き、スチュアート家の子供は後に全員、ストーンという名字を名乗り、スライザ・ファミリー、ストーンのメンバーとなった。やがて彼は、 複数の楽器を演奏するようになり、高校時代には複数のバンドに参加した。それらのバンドの一つが、ドゥーワップグループのザビス・ケインズであり、メンバーはシルベスターとフィリピン系の友人、フランク・アレラーノを除いては、全員が白人だった。人種混合バンドであることがザ、ザビス・ケインズを生かしたものにした。そして、この時の経験に基づいて彼は後に、スライアンド ザ・ファミリー・ストーンを結成することとなる。ザビス・ケインズはイエロー・ムーンやストップ・ for What You Are など少数のローカルシングルを出した。同じ時期、彼はダニー・スチュアートという芸名で少数のソロシングルを録音してもいる。1960年代中期、スライはカリフォルニア州オークランドのラジオ局クサールで DJ を務め、その傍らオータムレコードで レコードプロデューサーを務めた。この時彼が手掛けたバンドには、ザ・ボー・ブランメルズや、ザ・モジョ・メン・ザ・グレート・ソサイティがある。スライ・ストーンという芸名を名乗り、1966年には、トランペット奏者のシンシア・ロビンソンを含めてザ・ストーナーズというバンドを結成した。このシンシアは、フレディ・ストーンや、ラリー・グラハムや、 グレッグ・エリコやジェリー・マーティーニと共に1966年末のスライザ・ファミリー・ストーン結成にも参加している。スライ自身はギターとピアノとハーモニカなどを演奏した。スライザ・ファミリー・ストーンの最初のレコーディングにはベッド・ストーンとメアリー・マクリアリーとエルバム・ウートンからなるリトル・シスターがバックボーカルとして参加している。百六十八年には ロージー・ストーンがスライザ・ファミリー・ストーンの一員となった。スライはクサール・ AM をソウル・ミュージックの専門曲に育てた。デビューアルバム新しい世界がひそやかに受け止められた後、スライザ・ファミリー・ストーンはシングルダンス・トゥ・ザ・ミュージックで初のヒットを飛ばした。この曲は後にアルバムダンス・トゥ・ザ・ミュージックに収録されることとなる。 三枚目のアルバム、ライフも売れ行きはかんばしくなかったものの、1968年11月に発表したシングル、エブリデイ・ピープルは、翌1969年にビルボードホット100チャートとホット R&B シングルスチャートの両方で1位を獲得した。同年5月、四枚目のアルバム、スタンドを発表。同アルバムは300万枚以上の大成功を収め、 これに続いて、夏までには、Hot Fun in the Summer Time, ブリボ n ィ・ y ズ・ア・ Everybody is a Star の3つのシングルが5位内に食い込んでおり、スライ and The Family Storm は、音楽界最大級のビッグネームとなっていた。そして同年8月のウッドストックフェスティバルに出演し、グループの演奏場面は、映画、ウッドストックにも収められた。同年が秋、スライは、 サンフランシスコからロサンゼルスに転居した。転居後まもなく、彼は複数の理由によるストレスで押しつぶされてしまったことに気がついた。売れ行きをさらに伸ばすようにというレコード会社からの圧力。スライの音楽をもっと戦闘的にして、ブラックパワー運動の影響の濃いものにしたいというブラックパンサー等や、その他の黒人解放運動家からの圧力。 そして、ザ・ファミリー、ストーンのメンバーたちとの個人的圧力などによるストレスであった。5枚目のアルバム、暴動には、こうした混乱が影を落としていると言われている。ザ・ファミリー、ストーンのメンバーたちが全員、同時に演奏することを拒んだため、このアルバムに収められた曲の大半は、オーバーダビングで録音されている。この時スライは、大半の楽器を自身で演奏し、 通常よりも多くのリードボーカルを担当した。暴動自体はファンクの傑作アルバムとなり、ファミリーア・ヘアもヒットして、後年に至るまで人気の一曲となった。1971年にはエリコが脱退し、アンディ・ニューマークがドラマーとなった。ラリー・グラハムとスライはもはや友人ではなくなり、1972年、初頭にラリーは解雇され、ラスティアレンがベーシストとなった。 だが、アルバム、フレッシュと、If You Want Me to Stay も高い評価を得た。スモールトークでは、スライの出番が多くなった一方、残りのメンバーの出番は少なくなった。ヒットは出たものの、評論家やファンにはすでに全盛期を過ぎた印象を与えた。コンサートではドタキャンを繰り返すようになったため、プロモーターから見放されるようになった。そして1975年1月。 ラジオシティミュージックホールでの公演が大失敗に終わった後、ザ・ファミリー・ストームは完全に解散してしまった。ソロ活動に入ったスライは、この後さらに4枚のアルバムを出した。エレクトリックス・スパン・キング・オブ・ウォー・ベビーズでは、ファンカデリックと共演したものの、傾いたキャリアを立て直すことはできなかった。1984年夏、スライは、ボビー・ウーマックと短期のツアーを開始した。 そして、コンピレーションアルバムや他の複数アーティストたちのレコードに時々登場することもあった。1986年、スライはザ・タイムのメンバーのジェシー・ジョンソンによるソロアルバム、ショッカ・デリカの中に収められた一曲、クレイジーに登場した。この曲のミュージックビデオでは、キーボードとボーカルを担当し、ブラックエンターテインメントテレビジョンの音楽番組でオンエアされた。 1987年、スライはシングル e クイ c a ルアイ g o l ブー s t a t ッ c オ t トマティックをリリースした。映画ソウルマンのサウンドトラックに提供した曲である。1989年にはバーケーズのアルバムのためにジャストライクアティータートッとーを共同で作曲し、共同でプロデュースしている。同じ1987年、スライは半引退状態となり、 イントン生活に入った。1990年、スライは、アースウィンド,ンドファイアーの、グッドタイムに参加し、力強い歌声を披露している。1991年、彼は、日本のバンドの13キャッツによる、サンキューのカバーに登場した。1993年、ボビー・ウーマックのアルバム、I Still Love You に収められた一曲、When the Week End Comes で、 ウーマックと共にリードボーカルを担当している。1993年にはスライザ・ファミリー・ストーンがロックの殿堂入りを果たした際のセレモニーに登場し、ザ・ファミリー・ストーンの他のメンバーたちと共にステージに立って皆を驚かせた。2003年ザ・ファミリー・ストーンの初代メンバーたち6人が新しいアルバムを録音しようとして、 スタジオに集まった時には、スライも参加を求められたが、拒絶している。2007年、スライは2名の女性アシスタントとともに、ナッパバレーで暮らしている。ホームスタジオで録音することもあれば、趣味でオートバイに乗ることもある。自宅で録音された曲のいくつかは、スライの歌とキーボードとドラムの演奏が入った形で、ブートレグとして出回っている。スライ作のデモ曲。 カミング、バックフォーモアは、自伝的作品であり、次のような一節がある。俺は高みに登り詰め、そして空に触れた。すると、空は、こう言ったんだ。スライ、なんで通り過ぎようとするんだカミングバックフォーモア。息子シルベスター・ジュニアが1997年、ピー・プル氏の取材に答えたところによると、スライはアルバムが出せるほどの新曲を作り続けていると、言う。 その中には、マイルス・デイビスに捧げた、マイルスマイルスという曲も含まれている。2005年8月15日、スライは妹、ベッドをオートバイに乗せて、ロサンゼルスのミュージッククラブニッティングファクトリーに送った。ベッドはこのクラブで、スライザ・ファミリー、ストーンのトリビュートバンドファンクファミリー・アフェアと共演することになっていたのである。この時スライもステージに立ったが、 死従ヘルメットをかぶったままで、ブーツィー・コリンズのように見えたという。スライザ・ファミリー・ストーンのドキュメンタリーを撮っているフィルムクルーも居合わせており、この歴史的瞬間を撮影している様子だった。スライのウェブサイトによると、スライはファンクファミリー・アフェアのために新曲を書いて、プロデュースしているところだという。スライはこのバンドをファミリー・ストーンと解明した。友人や家族によると、 スライは作曲活動とホームスタジオでの録音活動を続行中である。ファミリーストーンのドラマーのグレッグエリコがローリングストーン2006年3月号で語ったところによると最近スライは1日に2度も3度も電話をかけてきて電話口で歌うんだという。新しいスライの演奏はスライの個人サイトで聴くことができる。スライの妹、ベッドが 最近のラジオインタビューで語ったところによると、新曲はボーカル入りで録音されるだろうとのことである。2005年7月12日、スライアンドザ・ファミリー・ストーンのトリビュートアルバム、リスライ・ディファレント・ストロークス・バイ・ディファレント・フォークスが、スターバックスのヒアー・ミュージック・レーベルから出たの2曲が、加わっている。このアルバムの内容は、原曲のカバーとサンプリング作品であり、スティーブン・タイラー、 ジョン・レジェンド、バン・ハント、ロバート・ランドルフなどが参加している。2006年2月8日、このアルバムに参加したミュージシャンたちが2006年度、グラミー賞受賞式の会場に集まって、スライの曲を演奏した。この時スライも会場に現れて、I want to take you higher の演奏に参加した。彼がライブを行ったのは、1987年以来、初めてのことである。 短い時間ではあったが、スライザ・ファミリー・ストーンのオリジナルメンバーが共に集まって演奏した。この時のスライは金色に染め上げた巨大なモヒカン狩りで、分厚いサングラスをかけ、スライと書いたベルトバックルをつけ、銀ラメのスーツを着ていた。背を丸めてキーボードを演奏し、右手には最近のオートバイ事故のためにギップスを装着していた。演奏の終盤に、 ステージの前方へ足を向けると一小説を歌い上げ、聴衆に向かって手を振ると曲が終わる前に悠然と退場した。彼は坂道を登ると、オートバイに乗って去った時計のアーリックは、シカゴサンタイムズが見に語った。そう、オートバイがそこにあったんだ。アーリックによると、スライは受賞式会場への護衛の警官が来るまでホテルの自室を去ろうとしなかった。そして会場に到着すると、 演奏が始まるまで自分の自動車の車内で待っていたという。2007年1月14日日曜日、スライは彼のサポートバンドザニューファミリーストーンのハウス・オブ・ブルーズ公演に短時間出演した。2007年4月1日、スライはザ・ファミリー・ストーンのメンバーと共にフラミンゴ・ラスベガスショールームに出演した。前座はジョージ・ウォレスの漫談だった。 2007年7月7日、スライはザ・ファミリー・ストーンと共にサンのゼにおけるカリフォルニア・サマーフェストに短時間出演した。彼はシング・ア・シンプル・ソングと If You Want Me to Stay を歌い、ハイヤーを歌い終える前に舞台から降りた。彼は野球帽をかぶり、黒いサングラスをつけ、白いフードのついたスウェットシャツを着てバギーパンツを履き、金の鎖をぶら下げていた。 特に、If You Want Me to Stay では、前世紀と変わらぬ、力強い歌声を披露した。スライは1974年に、女優キャスリーン・シルバと結婚し、5ヶ月後に離婚した。二人の結婚式は1974年6月5日、マディソン・スクエア・ガーデンにおけるスライザ・ファミリー・ストーンのコンサートの間、2万人を超える聴衆の前で行われた。 1974年10月30日に離婚したのは、スライの飼い犬のピットブルガンが息子、シルベスター・ババ・アリ・スチュアート・ジュニアを襲ったためである。スライとシルバとジュニアは1974年のアルバム、スモール・トークのジャケットに登場している。この他スライには、シンシア・ロビンソンとの間に娘・シルベットファン、ロビンソンがいる。シルベットが生まれたのはジュニアが生まれたのと同じ時期である。 さらに、ノビという娘もいる。ノビは、ノビーナ・カーメル名義で音楽活動を行い、ベイビーストーンというバンドで歌っているほか、ザ・ファミリー、ストーンのツアーでピアノを弾くことがある。2009年には、スライの私生活に迫るドキュメンタリー映画カミング、バックフォーマーが完成、同年秋にはヨーロッパで封切られた。この映画によると、スライは1980年代に、 マネージャーと、楽曲の権利を譲る代わりに、定額の給与と、経費を支払い続けるという契約を結んだものの、一方的に権利を奪われたまま契約を無視された、ために、収入源を失い、65歳となった今でも、生活保護を受けながら、ホテルを転々として暮らしており、訴訟を起こすために弁護士を雇う費用も稼げず、ひたすら貧しい生活を送っているという。また、惜しくも、 未完となってしまった子マイケル・ジャクソンのニューアルバムのためにスライが作曲を行っていたことも明らかにされている。2010年1月、スライはこの元マネージャーのジェリー・ゴールドスタインをロサンゼルス高等裁判所に提訴20年間以上にわたる詐欺、契約不履行横領などの行為に対し、懲罰的損害賠償を含む5000万ドルの損害賠償を請求している。 スライの代理人であるロバート・ J ・アラン弁護士によると、ゴールドスタインは、スライ個人から、搾取するだけでは飽き足らず、スライに、無断で、スライザ・ファミリー・ストーンの商標名を、自分の会社の名義で、米国特許商標庁に登録し、スライの元に入るべき、数百万ドルの収入を横取りしたという。一方、ゴールドスタインも2010年8月、コーチェラフェスティバルのステージ上で、 スライから中傷を受けたと主張し、名誉毀損でスライを訴えた。2011年8月にニューアルバム I イ m Back Family and Friends をリリース。しかし2011年9月、スライは浪費により再びホームレスとなり、白いキャンピングカーで生活し、支援者から食事とシャワーの世話を受けていることを報じられた。 2015年1月には、元マネージャーであるジェリー・ゴールドスタインに対する損害、賠償を500万ドルで勝訴した。ありがとうございます。